ジャパニーズポーター始まりました。おはようございます。今日はロケ最終日です。岩井さん、今日ロケ、今日は日高さん、そっち側には俺も何も関与してないから、はい、全然いいよね。え、気楽で全然いい。どうですか、ロケ関係ないと一番いい。今回の人はまたタレントさんが、今日は竜宮小屋に石高さんと牧歌をするっていう、それについてちょっとどうですか。それにちょっと筋肉痛治ったかなぐらいね。前回の絶対まだ体バキバキですよね。前回ので、今日俺渡辺さんと会うのもそれ以来なんですよ。1週間ぶりに会うんですよ、渡辺さんと。だから渡辺さんも前回こう撮影した時にどうだったかちょっと感想を聞きたいんですよね。いや、渡辺さんは悪く言わないと思うよ。あ、マジですか。タレントさんも入ってくる。なるほどね。スタッフだけだったら絶対ボロクソ言うと思う。ボロクソ言うと思う。そうだよね。遅くまでとか。なんか今日それであれですか。もうゲートが閉まんじゃねえか。ねえ、ギリギリで。もう本当に急いで。てか撮影できる、今日真っ白ですよ。今日真っ白ですよ。タレントさんが来るときはいつも前回は台風で、今回は久しぶりの雨でね。昨日まであんな穏やかだった。あんな穏やかだったね。いやでもこの前はまだ風が弱まったから。そっか、十二様に感謝するしかないと思います。あの時は大場さんと五十嵐さんは見晴らしおったけど、風が半端なかったってね。あらっか、いやすごかったよ。あらっか、だから二人で本当に芸人さん、タレントさん、はい、これやばいんじゃないですかマジでって言ってましたもんね。そう、でもタレントさんがショート機には風がなかった。やんでた。今日はどんな撮影になるのか。で、終わったらネタ披露するんですか。僕が終わってから帰ってきてここでネタ披露するんですかって言ってはいるけど、はい、時間が合えば。合いますか。合わないんですか。この感じだと合わない。でも俺私物1回だから、みんな待ってるしかないですよ。石高さんとか。車だから、車あんま遅かったら石高置いて帰るから。フリハンスです散々流すのやつ、なんでえ、なんて夏場あれだけずっと流すだけやった。今後の寒くなってから急に半袖で焼けたくないだけ。そう、紫外線がね、まあ曇りでも紫外線はあるんでね。これどっちですか。じゃマイク下ろしてくれ。私物です。え、何ずんの下ろしてくれ。しょうがないな。ああ、やっと来た。やっと来ましたよ。ね、おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。渡辺さんにあれですもん、タレントさんと撮影以来です、俺会うの。1週間ぶり。だって俺昨日まで山行ってたからね。え、あの時の感想をちょっと聞かせてほしいです。渡辺さん平気でしたですか、この前のその撮影の。撮影、はい、撮影は大変じゃなかったですか。うん、結構時間大変だったよ。うちの妻がなぜか心配してそう心配そう心配しましたよ。意外さんに電話がありましたよ。うちの妻が、はい、妻が珍しく珍しく、いや愛を感じましたよ。そんなこと言うと怒られちゃうけど。そうなんです。え、山行ってきたってどこ行ってきたんですか。あ、雲の上行ってきたんですね。そこでなんか昨日休みも山歩いてたんですか。休みも山ですよ。え、その時直子さんと行ったんですか。あ、もちろん。へえ。妻と行ってきました。おお。撮影で心配もしてくれて。ね、そうですよ。ありがたいことですよ。その時まさかのあれなんですよ、渡辺さんのその奥さんは、うん、あの五十嵐さんに
うん、うちの渡辺知ってますかって心配になりゃきたいじゃないですか、うん、その時にあの違う時にあの天田も妻が井上さんに、うん、ちょっと天田が帰ってこないんですけどって連絡来たんですって、うん、で井上さんはあの誰からも連絡来なくてうちは何してるんだって何してるんだそう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 言ってましたよ。だからボッカさんのね奥さんの愛を感じましたよ俺は。のぞみ先生はねあの色々忙しいんです、ね、忙しいんです。井上さんの奥さんはね井上さんよりかね働いてますから、まあ、それはもうみんな知ってることそう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 。なぜか朝3時から夜11時ぐらいまで働きますよやばいっすよ家計を実際支えてるのは、ね、そう家計を支えてるのは井原弘樹ではなく井原のぞみさんです、はい、井上さんはただ釣り行ったりボッカ行ったり山で遊んでるだけで、そうそうそう、本当やりたいことをやってるだけなんで。YouTube でこう偉そうなこと語ったり偉そうなこと語ったり井原氏ですよ。ちょっと突撃していきますねこの件に関してね。評論家なんで評論井原氏さん僕は評論家オゼ評論家井原さん聞こえてましたか井原さん。はっきりとは聞こえない、ね、はっきりとは聞こえない、ね、なんか言ってユガイさんもうオゼの評論家認定です。オゼの評論家井原弘樹、あの僕家じゃなくて一方的に言っただけだから言ったらそうですね、はい、反論聞こえきってないんだろうね。もう行くんですか。行くよ、まあ、マックは近いからいいよ切ったなとりあえず今日先にしておきますか。いや、見てからね。あ、見てから、いや、送ってじゃないですか。ちゃんとはっきり見てない。あ、自分がね、思ってみたりとかして、分かんないから。なるほど。土砂降りになってる。そうですよね、今日は土砂降りになる可能性ありますよね。まあ、まあ、撮りながら、あ、撮りながらちょっと撮ろうと思ってるんで、撮影のご協力をお願いします。石田君、まだ時間なんだろう、石田君のその様子をいいんかな。まあそうっすね、映り込まない程度。そう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 、タレントさんの顔はやっぱりねダメかなと思ってるんで。まず俺のあの苦情、俺の撮った散々な悪口だ、あれも言い過ぎたようなとかちゃんとカットしてる。わかりました。はい、そっちがこれは覗いておきます言い過ぎたじゃね、これ言い過ぎた、あ、ちょっとこれ言い過ぎたなっていう、向こうチームに怒られんじゃねみたいなやつ。自分が向こうチーム側だったらこれ見た時にちょっとこれは言い過ぎてんな、ちょっと悲しいなって思う感じが。まず YouTube であの時のなんか、はい、あの感想を求めたコメ、なんか動画、井上さんの撮影ですよね。そうそう、はいはいはい、上げてるみたいな、井上さんの、はい、あの時の裏側、はい、どんな気持ちで撮影やってたのか、はいはい、みんなで見よっかみたいな、はい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 考えてよマーク。あ、もちろん当たり前だぞ。すごいいい関係でやってますんで。なんでも言ってピー入りますあの人と本当にいい会見やってるんで、なんでだからそこら辺に関してはもちろんそうだし、その放送の日井上さんと俺とかでお茶の間でちょっと見て感想をやるっていうこともやる。だそれもやりましょう。そこまでやらないと誰にもあの放送日とか教えないもん。より1週間前にね、もう大々全国的に放送しよう井上さんの親にも言わないからどうで。あ、俺が電話しますから俺が電話します。誰にも教えない。お母さん、あのやりますんで。撮影したことも誰にも教えないと思って。いやー、ほにゃららくん今日はいい天気だね。もうこんな時間ね。ははははは、そんなこと言っちゃってそんなこと言っちゃってそんなのシーンはない。そんなこと言っちゃってはない。まあ撮影はやっぱ楽しいっすね。人のはね、人のは楽しい。今日は下川さんですから。今出会いを撮ってます。いやー、早く作んなきゃな。来ました、来ました。今撮影してますけど、はいはい、どうですかね。いやー、そうですね。はい、バッチリいい仕事してくれるんじゃないかと今日も、はい、あのリアクションですよ。リアクションですよ。リアクションですよ、ちゃんとね、しっかりと、はい、あの渡辺さんが撮影してる時も俺と絵面で、うん、このアングルで、あ、そうだな、ずっとやってました。そうだやってんねーっつって。やってんねー。でも今日は渡辺さん関係ないですもんね。うん、今日はね
今日だからさ、帰り、はい、芸を見せてくれるっていうらしいですよね。だからその時に合わせて上がってこようかなと思って。あー、来るの？そうすれば帰りやるかな。どうしようと思ってます。でも何時になると思ったの？そうなんですよ。だからちょっと LINE とかして、うん、今日2時からちょっと予報見学来るお客さんが来るんで、それ採用しながらこっちに上がってこようかと思ってます。ゆうと、ゆうとと来れて喜ぶと思うよ、ね、喜ぶと思うよ、ね、でもで、うん、僕が終わりに芸とかできるんですかね。分からんけど、なんか一発芸、それかこれを、はい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 、殿下の宝刀が、殿下の宝刀がね出るんじゃないですかね。そうっすよね、ちょっと撮ろうと思ってます。果たして、果たして体の宝刀大丈夫か。タってやってくれてるわからんけど、でも帰り絶対今日雷があって言ってたからな。はい、ね、どうなるのか、どうなるのか。いやもうあの初日よりもやっぱりもうずしっとくる感じありますね。5キロでも全然違います。6キロ前、そうそうそう、29でしたもんね。でもあの今日は俺は私物山荘に90キロ牧歌です。今日はね、前回に引き続きタレントさんが牧歌をするという2日目になってます。石高さんがね担当します。竜宮小屋にタレントさんと石高さんで荷物を運ぶという日です。放送日が分かったりとかして告知ができる時になったら、その撮影の模様、撮影の模様というか公開のことはお知らせしようと思ってます。いやー重たいわ。今ね天気が良くないんですけど、今日雨予報です。いや久しぶりにね大勢も雨が降りそうです。もう池塘の水もだいぶ減って、湿原と池塘の段差ができているというか、今回は恵みの雨となっております。まあ久しぶりにねこう足元濡れてるんで、すごいもう気をつけながらね背負っていこうと思います。いや今日道濡れてるけど、ナイキのスニーカーのダンクっていうので来ました。めっちゃ怖い、やっちまった。こういうのは選択ミスですね。スニーカーよりもやっぱりトレラン、ランニングシューズ系がオゼではいいです。今日こんな足が滑るのにスニーカーで来ちゃった、ミスった。いやちょっと怖いっすよね、マジで。久しぶりに濡れてますよ、ずっと乾いてたけど。さっきちょっと滑ったからもうビビってなかなかスピードが出せない。
怖いです。よいしょ。今なんでここを撮影してるかというと、ここね階段壊れてたんですよ。いつもこの丸に乗ってたんですけど、昨日これ作ってくれました。あーいいねいいね。なんかねああいうちょっとね悪いところとか、このね荷物を背負ってるとすごいシビアなんですけど、ああいうちょっとした修繕だったり気遣いっていうのがね、本当なんだろう、温かいというか、ああいうちょっとでいいからね、がっつり全てを良くしてくださいなんて言うだけなんて本当おこがましいというか、だけどでも管理者がねああいう風なことをねしてくれるだけで全然違うので、昨日直してくれてました。帰りに会ったんですけど、で牧歌さんちょっと試してみてくださいなんて言ってくれて、絵面と昨日試したんですけどね、すっごい良かった。お金がなかったりとかね、予算が組めなくたってね、ああいうちょっとしたね修繕対策だけで全然違うので、ちょっとずつでいいからねできることやっていきたいなと思ってます。自分もね抜かれちゃったな。早いな。石坂さん薪で行くと言っていました。最近のニュースですか？最近のニュースじゃない、むしろあ、来た来た来たから、ちょっとカメラ止めるか。今親方のね石坂さんがタレントさんの歩き方をチェックしているというシーンになります。石坂さんね、こう人のことをね見るのは得意なんですけどね、自分は全く見えてません。悪口入っちゃった。なんかこういうシーンとかも撮ってて、ほんと収録が楽しみです。今日はすごいいいペースで来てますね。お疲れ様です。お疲れ様です。今そこでは木道修繕してます。ここはね東京電力と群馬県産の管理しているところで、まあ、ここは群馬県産ですね。東京電力の管理している登山道と群馬県産道っていう、こうなんか複雑なところがあって、でここの管理者は群馬県産になります。その修繕を今してます。ちょっと手前の方はね東京電力の道なんですけど、ここら辺は結構複雑なんですけど、今修繕してくれてるのはね本当ありがたいですよね。ここ自分は今日はもうすぐそこの私物山荘で終わりなんで、これで帰ろうかとは思っていますが、石坂さんたち撮影が続いていきそうです。今日竜宮小屋まで行くからね、タレントさんと石坂さんは。今日はね養蜂場の見学者もいて、これで帰って養蜂の見学してくれる人を出迎えるっていう形。ちょっと天候がね雨なんで、蜂の箱の中は多分おそらく開けられないかなとは思いますが、そういうこともやっています。いや本当久しぶりの雨で、恵みの雨となりました。あ、石坂さん休憩してる。
最後にこういうようにね木道修繕こうやってしてるんですけど、自分もねこのバイトに10月参加できたらなとは思ってるけど、ちょっとまだわからないんですけど、まあ、こういうようにね地面に対して下地をねやって、でちゃんと水平とか水平器あって、でこの4枚の板をドッキングしてやっていくっていう、それをずっとこう続けていくんすよね。まあこうやってちゃんとね古い木道は外して、で整地して基礎を入れてっていう感じです。で結構この基礎もね木なんで、朽ちちゃうと木道がガタガタしちゃうとか、またこのドッキングしているところのこの隙間にね、ここです、ここにね木の片鱗破片が、まあ、板がこう入ってるんですけど、これがね朽ちて壊れちゃうとここでガタガタする、まあ、そういったことが木道ではありますね。今この古くなった木道はこっちに簡易的にこう敷かれてあって、今ここ通ってくださいねってなってます。こういう風にしてね、やっぱり道っていうところは、修復するところはお客さんの道も作りながら修復していくっていう作業になっていきます。まあヘリで運び、そっから人が直していくっていうので、ほんと材料も含めて莫大な費用がかかって、まあ、そういう風に修繕していきながらやっていきます。ちょっと自分もねこっちでお仕事できる時には助っ人できたいなとは思ってますが、まだちょっとスケジュールが分かんないので。お、天気もねちょっと良くなってきたね。朝は結構雨降ってましたけど、よかったよかった。まあ秋はねこういう風な感じで木道修繕が始まっていったり、来年に向けてっていう感じで尾瀬は準備していくっていう流れになります。こんにちは。まあ8だってもう来年の準備は始まっていて、で尾瀬だって来年の準備は始まっていて、山小屋さんだって来年のお客さんに向けて、こんにちは、山小屋さんだって来年のね営業に向けて、まあ、まずはね今これから来るお客さん、まあ、10月20日頃まではね営業してるんで、それまで駆け抜けていくとは思いますが、でももう来年に向けた展開とかはね進んでいっているそうです。尾瀬小屋さんなんかね情報が入ったんでお伝えしますけど、夕食メニューとかもね来年変化するっていうことで、社長の工藤さんがメニューの考案とか提案とかを最近ねしてきていました。まあ自分の方もね今年の活動、今 YouTube、 ボッカの YouTube ジャパニーズポーターをやり、まあほんとボッカをもうしてね、で休み時間で養蜂をやったりしていますけど、来年はどういう動きにしていこうかっていうのはねもう夏場ずっと考えていて、でだいたい決まってきて、それを今準備しているっていう形になってます。で来年なんですけど、自分の尾瀬の牧歌っていうのをね取り組み方をちょっと変えようと思っていて、まあこのローテーション週6日から5日やっているローテーションからちょっと抜けようと思ってます。まあっていうことは週6日から5日牧歌をするってことはなくなるってことですね。なので今までこうお送りしているジャパニーズポーター、これはもう変わっていくっていう感じになります。ただ尾瀬の情報配信とかそういうのは五十嵐さん
まあ今いるおぼっかさんを含めて情報をちゃんと仕入れて、お疲れ様です。ちゃんと情報を仕入れてで撮影もしていくし、オズの情報配信だったりは変わらず、あとは本当ヘルプでボッカーをしようと思っているので、ヘルプで今日マー君背負ってくれみたいな形が取れたらなって個人的には思っていて、そのね自分の動きに関して活動に関してはボッカーのみんなには今年の春先から伝えていて、いろんなことをね取り組んでいきたいなとは思っていて、その中でちょっと一個面白いことが、まあネパールでいうシェルパーですよね。シェルパー、山小屋への物資を運ぶっていうことももちろんやってるとは思うんですけど、お客さんの登山のこう必要な荷物とかっていうのも運ぶっていうこともやってるんですよね。なので、まあ、ジャパニーズスポーター見てくれてる人たちはもう自分たちがどんな感じでボッカーをしてるとか分かってると思いますけど、そういうお客さんのサポートとしてのボッカっていうのもね来年したいなっていうふうに思ってるので、もう荷物こんな持てないけどとかっていう、足は元気だけど荷物は運べないっていう方たちに向けて、あなたの荷物を代わりに運びますよっていうポーターもしたいなって思ってます。こんにちは。あとは自分ガイド資格を持っているので、オズのガイドっていうこともね来年から個人でやっていけたらなって思っていますし、あと日本青年牧歌隊の牧歌もやらせてもらったり、お仕事行かせてもらったりもするし、でヘルプでオズの牧歌にも来るっていう形で、時間があるときは全国の山域の登山道とかをねもっともっと勉強したいなって思っていて、まあ、自分ボッカを始めた理由っていうのが、去年のね動画撮影してるんですけど、もともとはやっぱりこうスノーボードやっていて強い足腰を作るためにボッカを始めさせてもらって、今9年目が経つんですけど、やっぱりそのヒマラヤ山脈でスノーボードがしたいっていう自分の一番大きな個人的な目標があるんですけど、それに関してねもっともっとやっぱり心技体の心と体っていうところはこう牧歌でね多くのこと学べて取り組んでいけたんですけど、技術クライミングだったりアルパイン系だったりね、そういうことはねほんとまだまだなんで、そっちの分野をねもっと伸ばしていきたいなって思っています。なのでガイドだったり登山いろんな各地のエリア行ったりクライミングしたり、ちょっと技術をね上げる年に来年はしたいなって思っていて、でこれまでこのジャパニーズポーターで尾瀬の牧歌さんをフォーカスした鳩町峠から尾瀬ヶ原、一ノ瀬から尾瀬沼山荘、そこをね結構ずっと動画撮ってたんですけど、尾瀬にはね他にも登山道ってたくさんあるんですよね。新潟県からフェリーで行く登山道もあれば、福島県の沼山、そっちから入る登山道もあったりとか、あとは人がなかなか行かない登山道も尾瀬は結構あるんで、そういうところのねエリアも自分の妻ゆうとで息子と娘しょって家族で動画撮ったりとか、あと山小屋さんに泊まった山小屋さんの個々のね情報配信とかもできたらなって思っています。でプラス2022年と2023年をジャパニーズポーターボッカーをフォーカスして撮り続けてきて、その1年のね年がお花が全然こう違うんですよ。量とか咲き具合とかタイミングとか、それはやっぱり自然のこの四季の気候だったり移り変わりで
全然変わってくるので、その比較をしたりとか、そういう動画配信をこれからどんどんとしていこうと思っています。こんにちは。なので、あのジャパニーズポーター、もう牧歌をフォーカスした2年間を撮り続けて編集してっていう作業ももちろんあの大変だったけど、でも大変だからやめるとかではなくて、これはもう本当に結構前からね、区切りっていうのは考えていて、でも自分の地元この尾瀬と戸倉っていうところではね、いつでもまたローテーションに復帰できるっていう体制なので、それは家族でこれからの活動だったりを考えながら、家族の目標、自分の目標、妻の目標、いろいろねあるので、話し合いながら一歩一歩進んでいこうと思っています。YouTube の編集だったりもね、だんだん変わったりとかいろいろあるんで、もしまたこのオズの牧歌のローテーションに帰ってくるっていう風になった時には、こんにちは、帰ってくるっていう風になった時には、もうチャンネル登録今まで以上のもっともっと増やして、でまた帰ってきて、伊賀さんだったり渡辺さんだったり石田さんだったり大場さんで、強くなった絵面だったりね、また新しいよ、新しい感じでお送りできたらもっと面白いと思ってるんで、一回自分はもっともっと成長するたびに出なければなって思っています。まあ牧歌を復帰するとかはまだね、わからないけど、でも大勢のためにできる活動はこれからもどんどんと続いていきます。まあそういう風にね、いろいろ考えている中、やっぱりこの牧歌っていうのもね、人として、生き物として、この魂として、本当自分が成長したいっていう風に思って始めたんですよね。で今いる牧歌さんたちもやっぱりその成長したいっていう、まあ、本当言えば修行なもようなもんですからね、荷物を届けるっていうお仕事でももちろんそうなんですけど、でも自分のメンタルを支えてるのはやっぱり修行や成長っていうところだと思うんですけど、まあ、自分がそのローテーションから抜けるっていう時には自分の枠が一個空くってことなんで、新しい子がもちろん入ります。それはもうね、目処がついてます。そういう新しい流れも入ったりとかして、どんどんとこうやってね、尾瀬牧歌の歴史はずっと保ち続けられてきて、変わっていってるっていう現状の中、やっぱりこれから始めたい牧歌さんたちも、お仕事がこれがとかそういうことよりも、自分のね、その人間としての、この成長っていうのをね、こう考えた活動になると思うんですよね。まあ、この意見はね、それぞれの意見が、それぞれの牧歌さんの意見があると思うんで分かりませんけど、俺はそういう風に感じていて、個人的にもそう思っていて、なのでね、まだまだ尾瀬の牧歌さん成長したい、強い体になりたいとかで、自分を見つめ直したい、知りたいっていう、そういうね、もし子がいればぜひね、ジャパニーズポーターに連絡してもらって、あの牧歌してほしいなと思っています。まだまだ人数あの必要なので、牧歌やりたいって思った方がいたらぜひ連絡ください。こんにちは。やっぱり渡辺さん、五十嵐さん、日高さん、この3名はね、本当牧歌としてまだまだやっていくと思っているので、この2年間のジャパニーズポーターは1個のね、歴史でしかないし、もう去年のものは過去となって、また今ここから今をね、本当一生懸命生きて楽しんで、それがどんどん未来とつながっていくって形になって思うので、ぜひね、チャンネル登録している人たち、引き続きジャパニーズポーターを応援と
協力よろしくお願いいたします。もっともっとレベル上げてもっともっと進化していきますので、絶対に楽しんでほしいなと思っています。 YouTube ネームのジャパニーズポーターっていう名前、これからも活動は変わっても変えることはしません。なぜならこのボッカ、まあポーターっていう職業っていうのは、去年の動画でもね話してるんですけど、ジャパニーズポーターをつけた理由とかも、それよりも今年の冬にね、いろんな山岳地域とか行った時に、観光都市、観光地やいろんなところに行った時に、ボッカをしていますと言った時に、一個の部落を紹介しています。今は観光地としてすごく有名なんですけれども、そのカフェにね入ってお話をねマスターとした時に、尾瀬でボッカをやっていますっていう風に言ったら、その奥さんがね高崎出身のね方でね、尾瀬には行ったことないけど尾瀬っていうところはもちろん知っていて、そのボッカさんっていうのはもちろんなんか知っているみたいで、こうリスペクトの言葉をねかけさせてもらったんですけど、やっぱなんでああいう風にお客さんがたくさん行くようになったか、観光地になったかっていうのは、これが本当かどうかは分かんないけど、でもその住んでいる人が言ったんだからそうなんだって俺は思っています。紅白歌合戦で、あそこを歌う場所としてね使用したんですよね。でその時にNHK の電波局とかがなくて放送ができないっていう時に、山にねポーターボッカさんが運んでいって、電波塔の資材とかをね、で新しく電波塔を NHK の電波塔を建てて、で放送できるようにしたっていう歴史があると聞いています。そういうところでそのマスターの方は、お客さんがこんな来るようになってこの部落は潤ったって言っていて、そこのスタートのところではボッカさんがねそうやって電波塔を建てるために荷物を運んだっていうところで、ボッカさんに対してねすごい感謝の言葉がたくさんあって、とてもなんか嬉しかったんですよね。自分がそこにはね携わったわけじゃないけど、他のエリアとかもねほとんどそうだと思うんですよ。ボッカさんが荷物を運んで、そこでそういうね放送できるもの、広告できるものとか、あとは同票だとかもそうかもしれないし、あとはやっぱり生命線、物資や運搬だったりとか、なんかそういうことをね聞いた時に、なんかポーターのお仕事、ボッカのお仕事、ただ荷物をそこに運び届けるっていうことではなくて、その地域にこう活性化をこう潤すような流れをこうやっている、本当縁の下の力持ちというか、なんかそんな話をね聞いた時に、自分もやっぱりジャパニーズポーター始めて、尾瀬っていうところを自分の地元であり活動場所である尾瀬っていうところをフォーカスして、で地域のこととかもお伝えしてるんですけど、やっぱそういうね自分のやってることだったり、他のエリアでそんな話を聞いたりとかした時に、やっぱりボッカさんポーターは地域にこう勢いをもたらしたりとか、そういうところではね、なんかこれからやっていく活動も本当に山岳地域とかをフォーカスしてやっていこうと思っているので、そういった意味ではやっぱりジャパニーズポーターって最高な名前だなって今でも思っているので、引き続きジャパニーズポーターとして YouTube お送りしていこうと思っています。